はい、皆さんこんにちは。今回はですね、自作2号機の方を、作るというのを、前々から、ブログやホームページの方で、やってるんですけど、全然、パーツ買ってなかったんですが、今日やっと最初のパーツの方を購入してきました。はい、何かというと、はい、買い購入先はグッドウィルって、いつものパーツショップですね。何かというと、安かったんで、DVD ドライブを購入しました。スーパーマルチドライブ、内蔵型 DVD スーパーマルチドライブ24倍速。メーカーはライトオンですね。はい。値段の方が2880円っていうすごい安かったですね。はい。めちゃくちゃ安いですね、ドライブにしては。ドライブって普通4000とか3500円とかするんですけど、安いですね。はい。しかも最速24倍速というわけでですね。はい。なぜ、今回は、ゲーム PC を2号機は作るということでですね、ゲーム PC にブルーレイなどは必要ないんで、普通に内蔵 DVD スーパーマルチドライブでいいだろうということで、こいつを買ってきました。はい。世界最速クラスの24倍速書き込み対応ということでね。はい。24倍速。めちゃくちゃ速いですね。今、1号機入ってる LG の DVD スーパーマルチドライブが22倍速なんで、それよりも速いですね。はい。ここに何倍速で書き込めるかが書いてありますね。DVD-R、DVD-RW とか、CD-R だとか書いてありますね。はい。バッファ容量は 2MB って書いてありますね。はい。いいんで、とも開けていきましょうかね。はい。開けてきましてですね。はい。ここにもありますね。ちょっとこれをカッターじゃないとなかなかかもしれませんけど、開きますかね。ちょっときついかな。ハサミではちょっときついかもしれない。あ、行ったか。よし。あ、行った。よし。あ、よし、行きましたね。はい。はい。開けましたと思いますよ。はい。開いたと思います。はい。というわけで、はい。開きましたね。はい。中身、最初こんな感じになってますね。いきなり DVD ドライブが見えてますね。はい。なんかこういう、振動から守るためにこういうやつが入ってました。卵パックみたいですね。はい。本体、DVD ドライブですね。はい。もうすでに開け入れるようになってますね。付属品の方ですね。を CRTA のケーブルが一つ入ってますね。はい。本体の方から行きましょうか。本体こんな感じですね。普通の DVD スー DVD ドライブですね。はい。ベゼルがブラックですね。はい。ここをネジ止めできる部分と、インターフェースの方は、シリアル ATA、S 型ですね。S 型ポート。シリアル ATA で、シリアル ATA ポート、S 型ポートがこっちで、電源の方がこっち、15ピンの電源の方がこっちですね。はい。こんな感じです。はい。ということで次、付属品の方行きましょう。付属品。なんかわけのわからない。セーフティーの、はがりませんね。はい。A, B, C, D, E って書いてありますね。はい。よくわかりません。英語で書いてあるんでね。はい。これは、クイックインストレーションガイド for serial ATA デバイス、ドライブズって書いてあります。これを取り付け方法をですね。ケースに入れて、シリアル ATA ケーブルを接続してください。みたいなことが書いてありますね。これ、漆。同じですね、裏も。ですもん。こっち日本語が書いてあるんですよね。日本語ここに書いてありますね。はい。日本語って書いてあります。これ、世界各国、万国共通かな。はい、これ、付属の、ソフトウェア。ネロ。が入ってますね。ネロエクスプレス8って書いて
って書いてありますね。ネロ、シャドウタイム4、ネロ、バージョン5、エレメント、わかりませんね。ネロ、レコード3、インCD5 など、まあ入ってますね。はい。これ昔 LG のやつ買った時もついてましたね。はい。はい。まあいいですよね。付属の、まあソフトやユーティリティ的な感じのやつですね。はい。で、最後は、これですね。シリアル ATA ケーブル。まあ普通のケーブル。案外長いですね。長いのがついてきました。はい。付属品のやつですね。はい。まあ、今回は、ライトオンの、24倍速の内蔵型 DVD スーパーマルチドライブの方を購入しました。これから2号機のパーツどんどん買っていこうと思うので、よろしくお願いします。そのために、まあ、YouTube の動画よりよろしくお願いします。はい、それでは5分過ぎたところで、それでは、もうすぐ6分ですね。はい、すいません。はい、それでは、さよなら。